矢柄住宅は、岡山県倉敷市菅島町矢柄にある住宅街。略称は、野獣。太平山の南の麓に位置し、おおよそ200メートル四方の五番の目上に区画された住宅地である。道幅は、野獣を除く、矢柄地区や、周辺の網羅ラ地区、大江地区などと比べ広く作られている。第二次世界大戦中に、 三菱重工業水島航空機製作所が開設されるにあたって、幹部職員用の社宅が造成されたものが元になっている。元はやがら、茂浦、神殿の集落に囲まれた水田であったが、1942年4月9日に認可された良島都市計画と地区核整理により、住宅地として造成された。住宅営団広島支所による設計図によれば、 中央部に、浴場、集会所兼診療所、理髪店、商店、児童公園といった構成施設があり、その周囲に平屋一戸建て住宅180戸が配置された。約40坪の敷地に12坪ほどの平屋住宅が多く、一部にその2倍程度の規模の住宅もあった。水島航空機製作所は、水島空襲によって壊滅状態となり、 終戦に伴い廃止されたため、不要となった土地や住宅は、大倉省に仏納され、それが、地元住民に払い下げられた。幹部職員向け社宅は製作所により、近い時は町やことぶき町にも配置されていたが、これらは、すでに再開発されており、多くの家屋が建て替わっているとはいえ王子の姿を、幾分なりとも止めているのは、やがら住宅のみである。ありがとうございます。